はい、タイトル通りですね、今日は野鳥のレンズを入れ替えましたので、その報告とですね、開封しようかなと思ったんですけど、それも邪魔くさいからもう開けましたほんで今開けてみてね、これフードセットしてみて持ってみたけど、めっちゃちっちゃいんですよ。ちょっとフード外しましょうかね。これこの状態で、これ934出してきたんやけど、こんなんですよ。めちゃくちゃちっちゃい。これで400ミリですよ。びっくりするな。で、まあ何のレンズか言うてなかったね。シグマの100-400っていうレンズを買いました。で、最近ね、野鳥撮影も、撮影で野鳥写真もね、三脚据えてがっつりっていうことがもうなくなったんですよ、今ね。で、たまにこう、なんか手軽に持ち出して野鳥写真撮るんですけど、まあ最近動画でもしてました通りね、この AFP レンズですね。70-300mm。これを使って最近撮ってるんですけど、まあ手軽でいいんですけどね。やっぱりもうちょっと距離欲しかったりするんですよね。で、描写とかもそうですけど。いや、めちゃめちゃよく映るんですけど、やっぱり距離が欲しいから。で、遊んでるレンズを置いてるぐらいだったらと思って、これをね、入れ替えてみました。で、来たら思いのほか今ちっちゃくて感動してね、これは動画撮らなあかんわと思って、今録画のボタン押したとこですね。すごい。もうこのまま見ていきましょうか。ロックボタンありますね。うん。で、これは直進ズームにもできるぐらい結構ね、こうスムースな、ね、スムースなレンズなんで、まあほんま多分こうやって持ったらあかんのでしょうけど、うん、こう瞬時にね、直進ズームでも対応できそうな感じですね。うん。で、まあ手ブレ補正はね、そのタムロンのレンズの方がいいっていう話なんで、まあその辺はちょっとあまり期待しないんですけど、まあでも使ってみるとわかるんですよね。このボタン関係がね、私もあんま全然分かってないけど、シグマのレンズもね、こんなまともなやつ買ったん初めてなんで。で、このカスタムは、自分でカスタム組んで彫り込めるらしいですね。あ、そのための一応ダックっていう、ドックこれも買いました、これもね。何 ?USB ドックって書いてあるかな。うん。これも買って、これ3000円くらいですもんね。で、その設定もしたいなと思って。もう完全に超望遠の、まあ、400ミリしかほぼ使わへんと思うんで、その辺を使えるような設定にしようかなと思ってね。うん。ほんで、この上の、この OS ってのが手ブレ補正みたいですね。で、2と1とオフがあるんですね。で、どっちかが流し撮り用かな。なんかそんなんでしたね。1が流し撮り用かな。確かそんなんやったと思います。ほんで、距離がね、3つ選べますね。これタムロの時もそうですし、私が持ってるレンズでこの3つ選べるのってなかったんですけど、最短から6メーターと、6メーターから無限、そしてフルですね。3種類あるのか。まあ、ありがたいというか、私はまあ、遠い目しか使わへんのでね。この6から無限か、フルしか使わへんのでね。こうしか使わへんので。うん。で、フォーカスがね、もちろんフォーカスあるんやけど、オートフォーカスとマニュアルフォーカスの間があるんですよね。これはオートフォーカスの設定しときながら、マニュアルフォーカスもいじれるよみたいな、そういうね、モードらしいですね。フォーカスモードが。うん。多分、私が使うのはこの真ん中なのかな。一応これ両方使うんですよ。オートフォーカスで合わしに行くときもあるし、マニュアルで合わしに行くときもあるんで、まあ、これでね、真ん中で多分使うことになりますね。で、フードをつけてみた感じね。こんな感じ。34よりもだいぶ短い。なんか格好もいいですね。バランスいいから。なんかフードだけ頭でっかちになってなかったりするんで、すごくかっこいいですね。いい感じ。早速7200につけてみましょう。さあ、今ちょっと7200につけてみました。これペンタとの距離がめちゃくちゃ近いですね、これね。なんとか当たってないんですけど。まあ、ギリギリやね。ほんで、400ミリで100分の1ぐらいで一遍止めてみましょうか。で、カスタム一応わからへんからね、今のところオフにしといて、で、OS を2にして、で、まあ、距離は無限にしといてね、どこでも行けるように。んで、距離にしたらどれぐらいかな。2メーターぐらいの位置の、シャッタースピード100分の1の F6.3 で400ミリ。で、行きましょう。あかん。はっきり言って、ゾウはもうめっちゃ揺れてますよ。タムロの時はね、ほんまパコーンって止まったんやけど、ゾウはずっと手と一緒に、ね、動いてる感じがしますね。ほんまに効いてるんかなと思うけど。撮ったやつが、なんか後ろで見る限りは止まっているような感じがするんだけどね。不思議やな。見えてるゾウは止まってないのにな。もう一回行きましょう。手軽に。よいし
あ、いけてるな。いけてるんかな。ちょっと後で拡大してね。今ちょっとあの動画にも貼っつけときますけど。なんかいけてそうですね。もうちょっと頑張ってみようか。これ何も設定してない状態のはずなんですけど。まあそうだね。今だからカスタムオフにしてますから、どっちにしても何も効いてない状態。普通のノーマル状態ですね。50分の1で、無理やな。これは無理やな。取った感じ無理やな。お？止まってる？なんかと、像と違うな、これね。タムロの時めっちゃ止まっとったのに、取れてなかったりとかね、いろいろしたんですけど、なんか見た目より止まってるな。不思議やね。なんかそんな感じです。もう一回行きましょうか。50分の1。50分の1ですよ。一応息止めて。めっちゃ揺れてる。あ、これ揺れたわ。あー、難しいね、やっぱりね。まあ、単純に400ミリ言ってますけど、これ、換算で言うたらなんぼや。600ミリですからね。うん、そうなんで。まあ、しゃあないかな。さっきがマグレあたりみたいですね。で、このレンズを手に入れて、ちょっとやりたいこといろいろあるんですけど、要はね、そのタムロンのレンズがね、あんまりこう、他との相性が良くないというか、ニコン1との相性が悪くてね、動かんかったんですよ。で、もともとまあ動くもんじゃないっていうのは認識してたんですけど、まあその、重たくて大きくて、あんまり使い道がなくなってきたところに、そういうところにも活用できへんかったらと思ってね。じゃあこれやったら動くんちゃうかと思ってね、導入したところもあるんですよ。まあそれはちょっとね、付属的な感じなんで、別にできんでもいいんですけどね。で、それと、あと α7-2 のあの、例のね、アダプターですよね。あれでもなんか動くんちゃうかみたいな期待があって、タムロンは動かんかったんですよ。まあ、そんなんもあったので、このね、100-400にしました。で、今日はちょっと1個だけね、確かめたいんですけど、テレコン。もうこんなん調べたらいいんやけど、自分で試さんと気にすまへんから、何のテレコンかというと、もちろんシグマのテレコンやったら動くと思うんですよ。ニコンのね、17E2 ってやつですね。1.7 倍のテレコンで、このね、レンズ出っ張ってますもんね、これね。これが入るんかな。あ、アウトのやつかな。あ、なんかあかんそうやね。え、あかんのかな。怖っ。これつけたあかんやつかな。入った。大丈夫かな。結構無茶してる私。あ、開いた。え、動いた。動いた。わ、やった、動いた。しかもこれ F 値どうなってんねん、これ。大丈夫かな。フォーカスは来ませんね。え、どうなってんの。暗いからかな。そもそも暗いからかな。それやったらいいけどね。明るいところでやったら、距離がね、近すぎるね。ね、明るいところで確かめる必要あるかもしれんけど、多分アウトですね。1.4 のテレコンは、シグマのやつは使えるみたいなんですけど、これやめとこう。これしたかんやつは多分。レンズは傷ついてなさそうやから、なんとか大丈夫やね。で、明るいところだったらもしかして動くかもしれんけど、これはちょっとやめときますわ。怖いから。あとは現場でね、どんな風に撮れてるかを確かめたいんで、野鳥をね、撮りにまた週末か時間を見つけてね、行ってみたいなと思います。まあでもかっこいいですね。まあとりあえず形はすごくかっこいい。うん。で、ちっちゃい。3-4 よりもちっちゃいし、ちょっと軽いんかな。ああ、これはありやな。いや、さすがにね、この70-300と比べたら、あの、手軽さは違いますけど、いや、それでもね、全然 OK やな。カバンもね、このまま多分こう入るんで、それが嬉しいですね。やっぱこう、レンズ外してね、積むのって結構めんどくさいんですよね。で、それこそほんまね、背中に担いで、三脚ね、でっかいの担いでいくときは、そらどんな格好でもええやろうけど、このサイズやもんね。このサイズで、カバンの中に入れるんで。あ、これはええわ。めちゃちっちゃいぞ、これ。だって、ほら。いい感じやね、これ。これはいい。これはいいぞ。
かっこいいし、いいですねこれ、よかった。まあそんな感じでね、最近使ってなかったダムの150600を手放しまして、シグマのね100400を買ってみましたというね動画でした。またね、野鳥を真剣に撮ってみてどんな感じで撮れるかですね、あと手ブレ補正がどんなに効いてるのかっていうのと、このドックを使って、ダックかドックか分からないけど、これを使ってみて設定がどこまで追い込めるのかっていうのもね、やってみたいなと思います。私は完全に野鳥でしか使わへんと思うんで、まあそういう意味でね、セッティングしてみてやってみようかなと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいなと思います。バイバイ。